同志社大学同志社大学文学部、明徳館同志社大学文学部は、同志社大学に設置される文学部である。同志社大学文学部は、高層、新島城が1874年に帰国し、翌年1875年8月に、同志社結社、1875年11月29日に、環境設立した同志社英学校の創設を期限とする。 同志社大学内の学部である。5つの学部に分かれ、A 文学科、哲学科、美学芸術学科、文化史学科、国文学科を要する。本大学の創立と同じ長さの歴史を持つ文学部では、様々な卒業生が輩出している。その中には、徳富祖法や徳富牢科をはじめとして、星新一、小松佐京都、並び SF5 参加と称される。 筒井康隆すたか、響け。ユーフォニアムシリーズで知られる、武田綾の、泉強化文学賞を受賞した、山尾優子、芥川龍之介賞を受賞した、藤野香織、直木三十五賞を受賞した、山本健一、角井義信、四十法賞及び朝日賞受賞を受けた、児童文学作家の今江義友など幅広いジャンルに、渡る作家がいる。また、高田さないとともに、 和製田政治学の基礎を築くことになった、安倍伊藤、浮田和民、和が国初の心理学者である、元良雄二郎、日本哲学の父と謳われた、大西はじめから、日本銀行第13代総裁である、深井英吾、日本工業銀行第4代総裁である、小野英二郎など文学界以外にも様々な人物を、輩出する。また、過去二十年間での芥川龍之介賞、 直三35章の受賞者の輩出は、西南学院大学、東京大学と並んで3位であり、前述した文学部出身の3名が受賞している。直三35章は、出身校別で歴代通算4位。太宰治章は、東京大学と共に1位。泉教科文学章は4位。本学には大別して2つのコーチがあるが、本学部は、京都市上京区にある。 今出川高知に置かれている。南方には京都御所があり、北では小国寺と隣接している。また、しぐれ邸文庫を要する冷泉家邸宅の三方を今出川高知がすっぽりと囲う形で立っている。西へ歩いていくと西陣折で知られる西陣地区があり、南下を進めると市場に出る。東には鴨川が流れており、北に歩くと裏側に小国寺がある。 学科としては次の学科が置かれている。英学校詳細は、同志社へ学校、主な在籍者を参照のこと。英文化哲学科国文化美学芸術科心理、学科社会学科文化学科その他、著名人の出身大、芥川賞、直木賞の総計戦で勝つのは、入試高校生活特集マノビジョン、ベネッセの大学、短期大学、専門学校の受験。 進学情報。mani.benesse.ne.jp。2020年7月24日閲覧。カンパニー、ザーサヒ新聞、芥川賞、直木賞受賞作家の出身校ランキング。共に1位は、あの大学、アイラドット。アイラドット、フォトギャラリー。2020年7月26日閲覧。中村里。 日本プロテスタント神学校誌命の言葉社2013年86から88ページありがとうございます。